んにちは、 ABS プロスタッフの徳江和則です。今回はトラック社最新作 706CA のレポートをお送りいたします。トラック社は評価の高かった 706A をバージョンアップさせ、 706A で得ることのできなかったミッドエリアでの強いキャッチからアンギュラーなバックエンドモーションまでを見出せる性能領域を模索してきました。アンギュラーなバックエンドモーション実現に必要なヘルメットコアの継続的な採用、下2桁に示された C コンティニエーションと A アングル双方を兼ね備えるだけの新しいカバーストックマテリア、アッパーミッドパフォーマンス領域でほぼパーフェクトに近い仕上がりでこの 706CA がリリースされます。トラック社が 706CA の性能を可能にするために打ち出した C コンティニエーションと A アングルとの融合は GenXC エクストラコンティニエーションカバーストックと GenXA エクストラアングルカバーストックとを掛け合わせハイブリッド化することで見出し、バックエンドモーションを意識できるヘルメットコアがアンギュラーというイメージを実現させてくれます。私が特許した感想は 706A と比べてかなりミッドエリアでの安定感が増していると感じました。ミッドエリアでのパワーが強くなった分だけバックエンドは減速するのかと思いきや、グイグイとピンヒットまで駆け抜けるリアクションが印象的でした。抽象的ですが、ミッドエリアのキャッチと動きのイメージは私の気に入っていた716C のイメージで、バックエンドのイメージは 706A みたいな、多分トラック社は私が感じたような C のキャッチとコントロール性に長けた性能と A の鋭い入射角双方をバランスよく見出したかったのでしょう。私は投球してみて率直にそう感じることができました。トラック社ナンバーシリーズをこよなく愛していただいている方、 716C、706A が気に入っていただいた方、これからトラック社のボールを試そうと思われている方にぜひこの 706CA をお勧めしたいボールです。 C コンティニエーションと A アングルとの融合で 706A の性能を飛躍的に高めることができたこの 706CA、 トラック社のファンでもなくても満足させられる自信作です。ぜひ皆様お試しください。